これまでの暑さとは打って変わって、今日は気持ちのいい風が吹いています。そうした中、咲き誇っているのが淡い蓮の花です。国見町にある飛鳥市千年公園です。そこに咲くのは中尊寺蓮。上品なピンクが素敵ですね。この中尊寺蓮、名前からも分かる通り、岩手県の中尊寺から2009年に地元の住民らが株を譲り受け、大切に育ててきたものです。今では町の名物になっています。こんなピンクの花がバーッと広がってとても素敵です。暑くなくてちょうどいいですね。今日は風も心地よかったので、見学するにはちょうどいい天気でした。風にそよぐ中尊寺蓮もなんだか涼しそうです。蓮は昼頃から花が閉じるため、午前中に訪れるのがおすすめです。蓮はですね、泥の中からね、綺麗な花を咲かせると、まあ、人生いろいろね、泥をまみることもあるでしょうけども、ここに来てね、一息ついてね、気分転換に、ね、なればいいなというふうに思っております。国見町の中尊寺蓮は来月いっぱいまで見られるということです。